してないし特に運動もしてません。好きなもの好きな時に食べてますって笑顔のモデルが言ってる。テレビ画面を割ろうかと思ったけど立ち上がる方が面倒だった。ほらそういうとこだぞ。何かそうだ私考えたの、タピオカダイエット。食べ過ぎたら奇跡的な体質変化起こるかもしれない。奇跡を信じよう、奇跡を信じよう。科学を超える力は奇跡でしか起こせない。私はのりこダイエッター、目目調はダイエッター。食べ過ぎちょっとダイエッター、痩せてはないけど不幸でもない。私はのりこダイエッター、ダイエッター。食べ過ぎちょっとダイエッター、タピオカ摂取できる。